ソエジマックスでーす。今日はなんと桂浜に来ています。来たかった桂浜、来たかった坂本龍馬で有名な、高知県に今来ていまして、今からね桂浜を実際に見に行こうと。落ちたよ、刀が落ちましたよ。こんな格好をしてですね、ちょっと目立ってこようと思っております。じゃあレッツゴー。桂浜ですね、刀剣センターがあるの。水族館もあるな。あ、もう目の前が刀剣センターでしょ、健吾さん。すっごい絵だな、これ。ここ刀剣センターです。刀剣センターです。今まだ朝のね、8時半ぐらい。あ、これか。見えた見えた。見えました。龍馬さんの後ろ姿が見えます。龍馬さんがいます。龍馬に大接近、入場無料。じゃあ入りましょう。いけるか、ケモさん。いけるか。これ普通に足場じゃん。普通にイントレ組んであるよ。結構上がるな。上に上がりました。わー、いいですね。いい絵ですね。わー、海も綺麗だ。心はいつも太平洋ぜよ。先生が太平洋を見ております。結構大きい銅像です。こんな銅像だったんだろうね。じゃあ海まで行きましょう。はい、ケンさん先進んでください。はい、今浜へ降りています。海が綺麗だね。波もいいよ。波の音がよく聞こえるよね。はい、これが桂浜です。健吾さんがはしゃいでます。穏やかな海だね。え、穏やかな。よし、健吾さん、はい、健吾さん、足を立てください。お願いします。ここ、まだその辺だみたい。救命ペットボトル？何それ？浮き輪か。浮き輪になるの？こっちにロープが入ってて、これを投げてくださいってことなんですね。ちょっと重く作ってあるから。海綺麗だね。龍馬像と水族館があるぐらいで、特に何もないですけどね。海が綺麗という。でも来たかった、桂浜来たかった。映画のロケーション巡りをしてるような気持ちになります。あ、ケンさん、なんでこれ、なんか作ってますよ。これ砂で作ってんじゃないの。これ龍ですね、龍ですね。これ龍馬さんに龍ですね。はい、じゃあ行きましょう。上は記念館があります。行きますよ、もちろん。龍王岬というのがこっちにあるようです。橋がかかってますね。わー、潮の匂いすごいですね。気をつけて。結構急ですな。鳥居が待ってる。鳥居ですね。鳥居をくぐった先には一体何があるのか。何がありますか。どーん、うわーお、海です。海、 The Great Pacific Ocean。 海はいいな。綺麗な海が見えます。この海の向こうにはいろんな国があって、いろんな町があって、いろんな人がいる。広いね。日本の夜明けは近いぜよ。見つけたぞ、坂本龍馬。いざ尋常に勝負。お前は日村古剣心。勝負するのか。する。よし来い。やりきったな。やりきった。よし、はい、桂浜でした。 See you next time。
いやー、ちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん。